こんにちは、キーボードの朝倉大輔です。はじめまして、ボーカルの高見です。僕たちアクセスは11月の26日にデビューします。タイトルはバージーエモーション。とにかくすごいビートの聴いた曲だからね、みんなにぜひ聴いてもらいたいですね。このアクセスっていうのはね、本当ちょっとしたきっかけでできちゃったんだよね。そうだね。本当はといえば大ちゃんのソロのアルバムで、俺が参加したのが初めてですね。で歌ってもらって、いろいろ話してたらもうあっという間に盛り上がっちゃって、そう気がついたらね、シングルのレコーディングももうしてたって感じ。とにかくすごいスピードで俺たち内緒でいろんなことやってるよね。結構でもね、秘密をね、ちょっとたくさん企んでる時は楽しいんですけどね。このアクセスというね、名前なんだけどね、そうだね、アクセスの他にも結構いろんな名前たくさん考えたよね。でもアクセスに戻ったんだね。戻った、でこのアクセスという言葉には、接するとかね、接続するっていうそういうコミュニケーションをね、意味した言葉だったんですよ。もともと俺と大ちゃんがね、近づいた最初のアクセスだからね。まあそんな意味が込められている名前です。でアクセスのデビュー曲バージンエモーション、この曲は僕が曲とアレンジをして、やったわけなんですけれども、このアレンジしてる時にもね、シンセサイザーとかコンピューターとかデジタルをね、すごく活かしたビートの効いたものを作ろうと思って、でシンクビートっていう名前までね、つけてます。詞は俺が担当したんだけど、初めて2人でやったってことなんですね。結構時間かかったけど、でもすごいほら、うちなりの衝撃みたいなのをすごい伝えたかったから、バージンエモーションね、そういった意味ですごいいい曲ができたよね。このアクセスがね、みんなの前に初めて出たのが9月29日のね、僕のソロライブの時だったんですけど、盛り上がったね。俺初めてあの時も出たじゃない。結構緊張してたよね。緊張してたんだけど、でもすごいみんなほら盛り上がってくれたから、すごい楽しくできたね。すごい楽しかった。なんかこう来てくれた人のエネルギーをすごい感じられたライブでした。これから11月26日のシングルを皮切りに、どんどんいろんなことをやっていきます。アルバムもたくさん作りたいし、ライブもね、どんどんたくさんやっていきたいよね。なんかやりたいことがね、たくさんあってね、もう困っちゃうぐらいあるんでね。だからとにかく注目してほしいよね、俺たち。ワンウェイじゃなくて、ツーウェイでみんなにアクセスしていきたいね。これからみんなにどんどんアクセスしていくので、みんなも僕たちにアクセスしてください。1+1 が2にならなくって、きっと無限大になるんじゃないかな。